はい、酒好きの天本新潟人飲酒動画です。今回はですね、ウイスキーです。11月の23日発売、今日発売ですね。Amazon から、Amazon で2000円で、購入しました。ブラックニカのアロマティックというね、こちらでございます。逆らいきれない香りの誘惑、数量限定ですね。はい、となっております。後ろ側ね、華やかでフルーティーな香り、甘く柔らかい味わい、果実味あふれる香りと穏やかなタルコ、甘く華やかなモルトの味わいをカフェグレーンの優しい味わいが引き立てます。かすかなビターを伴う滑らかな余韻が心地よく続きます。原材料がモルトとグレーン、容量が 700ml でアルコール度数 40%、ね、こちらにね、まあ、ブラックニッカの、ブレンダーズスピリットがあるんですが、ほら色がね、こっちが青、こっち赤なんですよね。綺麗ですね。この瓶だけでも結構綺麗なんで、でちなみにその前に発売された、こちらブラックニカクロスオーバーは黒色ですね。うん、まあこの黒よかはやっぱ赤とか青の方かっこいいね、色がねすごいいいです。それでは早速飲んでいきたいと思います。まあ、香りがいいということなんで、ちょっと香りを嗅ぎましょう。あー、うん、フルーツの香りしますね。それではいただきます。乾杯。あああああ、はい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 、コクはほとんどないっすね。うん、コクほとんどないっす。うん、で甘いですね。甘い、香りがすごいフルーティーで、で、ピーとちょっとスモーキーな感じは、まあ、若干あるかな。でも弱いですね、スモーク感は弱いです。これはどちらかというとストレートに飲むよりかハイボール向けなんじゃないでしょうか。どちらかっていうとね、ブレンダーズスピリットと、クロスオーバーだと、クロスバーオーバーっぽい味しますね。うん。なんだろう、角瓶の、角瓶の風味が結構あるんで。角瓶みたいな。角瓶の、なんだっけ、前復刻されたっしょ、角瓶復刻みたいな、復刻版角瓶みたいな、あれとほとんど同じような感じするな。あれすっげえうまかったって俺5つ押し付けたんですけど、復刻版の角瓶、あれに実に似てるんじゃないですか。復刻角瓶、500cc のやつ、43% の今も売ってますかね。
刻角瓶 450cc か、 450cc の復刻版の角瓶40、アルコール度数 43% のやつに実に似てる味として、あれもすげえうまかったね。まあいいや。ブラックニッカアロマティック、あれ2017年の11月21日数量限定発売ってなってるけど、あれおかしいな、俺23日だと思ったけど違うっけ、2日前にもう発売してた。非常に飲みやすいっすね、これはね、飲みやすい、うん、多分飲みやすい気がする。これはハイボールでちょっと飲みました。新しく出たウイスキー、あ、これはこれは絶対、まあ、前のねあのクロスオーバーもねハイボールすげえあったんだ。ストレートではね、あれだったんだけど、ハイボールハイボールだ、あ、やべ、炭酸水、炭酸水冷やしてなかった。最近ね、ハイボール飲まないからね、寒くてさ、寒くって飲まないからさ、マジで冷蔵庫に入れとかないの。として、トゥワイスアップでも飲んでみますか。ね。かなりあれですね。泡が立つ。アメリカンウイスキーか。なぜかバーボンって泡立ちますよ。謎の。あ、でもそういうこともないか。ただ単に。炭酸水が冷えてなかった。乾杯。もうダメだな。あ、トゥワイスアップはダメですね、これ、うん、ほとんどダメだ。香りとかかなり死んでますね。これダメだ。トゥワイスアップは飲む価値なさそうだ。あ、ハイボールは乾杯。うん、ハイボールは美味しいっすね。うん、あー、リンゴ、リンゴみたいな感じ。リンゴの、リンゴ、一言で言うと香りと味がリンゴっぽい、うん、まあこれは美味しいでしょうね、普通に、うん、まあ復刻格にも実に似てるんだけど、復刻格の方が個人的には
好きかな。ちょっとあのスモーキーさが結構あの復刻感あったんですよね。俺スモークなやつ好きなんで。これはあの復刻感に結構似てるんだけど、まあスモークさがちょっと死んでるというかあんまり味しないが。ハイボールで飲む、もしくはストレートで飲むのがベストかな。水割りはダメだね。トゥワイスアップでももう死んでるもん。ほぼ全て旨味っていうか香りとかすんげー死んだな。これはうん、まあ2000円ですから、うん、まあ買うかっつうと、まあは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 あって感じかな。まあブラックニッカ、うん、でも香りはすごいいいんでフルーツな感じはするんで女性向け、僕はあんまないですね。甘みは結構ありますね。香りもありますね。まあ買いかって言われるとまあ2000円で、あ、間違えた、買いかって言われりゃまあまあぼちぼち買いじゃないですかね。うん、2454です。おしゃれになりました。